もしもし、真鍋、あたしよ、あたし。なんで？どうしてそうなるの？その村はガバ。なことどうでもいいの。それよりさ、マナベんとこにお姉ちゃん行ってない？そう。実はお姉ちゃんがまだうちに帰ってこないのよ。もしかしたら真鍋のところに行ってるんじゃないかなって思ったんだけど。そんだけだから切るね。ヒロシ様、どなたからだったんですか？ヒロシ様？真鍋さん、どうしてここへ？私ね、なんだか辛くなるとここに来るんです。ここからこうして街を眺めていると、そのうち元気が出てくるような気がするんです。でも今回はダメ。今回だけはダメなんです。
別に、それでも構いません。ですか。真鍋さんには変に見えますか。あなたは私のことどんな人間だと思います。じゃあ、若葉のこと、どう思います？ごめんなさい。私、両親に若葉があなたのところにいるって教えました。ごめんなさい。どうしてですか？違うんです。私はね、我慢できなかったの。心配とかそんなじゃない。あの子があなたのところにいる、それが、ただそれが我慢できなかったの。だから私、優等生とかよくできた子とか、そんなの私じゃない。本当の私じゃない。そのくせ外見は取り繕って、それを壊す勇気もない。その上、私、若葉にあんな思いさせて、まだ、私、こんなに嫌な人間なんだ。私なんかどうなってもいい。私、自分が嫌い嫌い嫌い大嫌い。
にして。めちゃくちゃにして。全部壊れる。どうなさったんですか、ヒロシ様。なんだかよくわかりませんけど、幸せそうで何よりです。
ヒロシ君。お帰りなさいませ、ヒロシ様。はい、行ってらっしゃいませ。Thank you.